ナウナ、ミリアルです。見てください、これついにミリアル、持久力と筋力がエリートになりました。これでまた一歩最強の体に近づきましたね。そして今日の動画はリザーブとカスタムの2本立てです。いつもより動画の尺が長いので、よければ最後までご覧ください。先に今日使う武器の紹介だけしておきますね。今回使う武器はシグ MCX。 MCX はシグザウェル&ゾーン社の新型小銃です。そして今回ミリアルが使うカスタムの性能はエルゴ56、精度 4.82 も、垂直反動72、水平反動が184になっています。それではこれを使って本編へゴー。本日2回目のナウナウ。やっぱりこれを言わないとレイドの気合が入りませんね。完全にミリアルの習慣になっています。ナウナウを口にするだけですごい落ち着くんですよ。よかったらタルコフをしている方はレイドが始まったらナウナウって言ってみるのはいかがですか。すみません、冗談です。これ以上この話をするのは脳がバグりそうなので終わりにします。ということで今回はリザーブとカスタムで遊んでいくんですけど、最初はリザーブに来てみました。 MCX はアサルトライフルの部類ですけど、使用感はサブマシンガンに近い気がするんですよね。そしたら至近距離戦が多発するリザーブで使うのが一番いいんじゃないかなと思ってやってきました。あと雨が降っているのもリザーブに来た理由の一つです。地下にいたら音はそこまで気にならないですからね。てな感じで楽しく遊べたらいいなと思います。とりあえず水を飛び越えましょうか。ちょっと待ってください。うわ、めちゃくちゃ危なかった。しかもよりによって武器が不良を起こしました。とりあえず直しながら一旦引きますか。相手は結構好戦的ですね。これミリアルのこと追いかけてきてますよ。ここまで来ればミリアルの方が有利です。意外とあっさり倒せました。あの坂道を上がってくるとは思わなかったですね。そしてミリアルの体は結構ボロボロ。この辺りが安全そうなのでここで治療していきます。今 MCX には AP 弾を入れてるんですけど、かなり強いですね。思った以上に相手が溶ける速度が速い。でも購入制限があるので買いだめておかないとなかなかきついですね。ミリアルは買いだめしていなかったので買った分を全て持ってきました。あと拾って持っていた分を少し足して、なので球団用の弾がもうないんですよね。結構キツキツのレイドです。ちょうどよかった、この人から保険として UMP を借りましょう。グレが爆発しました。これまだ PMC いるのか。とりあえずまだ余裕がありそうなので使えそうなものはいただいていきます。ついでに回復もしておきますか。グレネードが飛んできました。もしかしてこれまた敵が詰めてくるんじゃないですか。さっきとシチュエーションが同じすぎる。ミリアル的には来てくれるならありがたいんですけど、これ来てますね。なんとか倒せたけど少し危なかったです。とりあえず回復をしたいところですが、上の階から足音がしますね。位置を悟られたくないので少し待ってから回復します。少し待ったけど鎮痛効果が切れて声を上げてしまったので位置がバレましたね。しょうがないので鎮痛剤を打ったら少し確認しに行きましょう。さっきから音を聞いている感じ、詰めてきそうな気配はしないので大丈夫だとは思いますが、それでも
こういう時は不安になりますね。相手がミリアルに気づいていない保証なんてありませんからね。こういう時間ってめちゃくちゃ息が詰まりそうになります。大丈夫そうですね。ドアだけ閉めたい。ここ閉まらないドアでした。もういいや。さっき倒した人たちを漁りましょう。なんか下からまだ足音が聞こえるんですけど、また同じシチュエーションですか。ここまで来るともうやらせのレベルです。 MCX が強いのか、ここの位置が強いのかわからなくなってきますね。しかも相手はナイフでした。そして逃げられる武器を持っていなくてよかったです。これでお掃除完了ですね。今度こそ漁ってカスタムに移動しますか。無事に帰れました。そしたら珍しくにマップ目です。撮影の時系列がごっちゃなので HP が削れていたりします。完全に回復してくるのを忘れました。最近準備忘れとかがすごく多いんですよ。どうしてなんですかね。昔から家の鍵を持って出るのを忘れるとかよくあったので謎ですね。移動していたらインテリハウスから銃声がしたので向かっています。最近はインテリハウスで敵を見かけなかったので新鮮味がありますね。音が聞こえそうな位置まで移動して隠れておきますか。左奥の青いコンテナのところとか良さそうですね。そしたらここで少し待ってみます。足音が聞こえてきました。こっち側に来てくれるかな。来そうな感じ。一瞬ヒヤッとしました。思った以上に反応がありましたね。やっぱりアサルトライフルを使っているというよりサブマシンガンを使っている感覚に近いです。もう少しお金をかけてカスタムした方が良かったかな。このカスタムだと少し反動が厄介です。今ぐらいの距離で当てるのがちょっと難しい。でも使い続けたら慣れそうな雰囲気はありますね。それに関してはどの武器にも言えることなんですけどね。そしたら次の戦闘を目指して移動しましょう。新建設なんかも最近は敵と遭遇していないので今回は出会いたい。中に敵はいるでしょうか。なんとなくだけど今回は出会いがありそうな気がします。大抵こういう時ミリアルの感は外れるんですけど足音は聞こえないですね。やっぱりいないのかな。隠れているかもしれないので警戒はしておきましょう。いないか。いつになったら会えるんだ。ちょっと待ってください。今確実に音がしました。ここの右かな。いないですね。確かに音は聞こえたんだけど、これ建物の中の音か。入って左の小部屋にいますね。元からいたのかな。何にせよ久しぶりの出会いです。グレネードをお見舞いしてやりましょう。なうな。不審処理完了。重心が短いおかげで突っかえずに戦えますね。コンパクトなのはミリアルの中でポイントが高いかもです。はい、今動画のラストだと思っている皆さん、今回はまだここでは終わりません。この曲がフルで聴けるのは今回が初めてですよ。あと2分間も戦闘を堪能できます。そしてガソスタに来たらまたリシャーラがいました。おいや、これはちょっとまずいかも。めっちゃ来てる。やっぱりやっぱりやっぱり。衝撃的です。全員倒せたことに自分でもびっくりしています。 90% 負けたと思いました。多分この武器が強いおかげですね。だって AT 弾を入れてるんだもん。
今回 MCX を使っていて好きになりそうです。見た目がかっこよくて強いのはずるいです。なんかこの武器気に入ったので、もう1レイド行きますか。とりあえず漁ったらもう1レイド行くことにします。この武器強いのに弾の購入制限だけがネックですね。まあ強いから購入制限があるんでしょうけど、最後のレイドはもう AT 弾がないので M62 を入れていきます。多分何の弾を使っても強いと思います。またガソスタの風景ですみません。でもこれ草むらの方に敵がいるんですよ。こっちの方に向かってきてます。倒しきれませんでした。さっきは調子に乗ってすみません。てかうめき声したので、一人は倒せてるっぽいですね。少し回り込んでみますか。グレネードでワンチャン倒せるかも。もう少し置くかな。この辺でどうだ。めちゃくちゃいいところに落ちましたね。これ倒せたんじゃないかな。これは倒せてますね。ということで最後活躍したのはどちらかといえばグレネードですが、もちろん MCX も強いので、ぜひ使ってみてください。きっとこの強さにはまりますよ。そしてここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また Twitter もやっているので概要欄からぜひ。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ナウナ、ミリアルです。今日もタルコフで遊んでいきます。そして、家出から帰ってきました。やっぱり、カスタムの空気は安心する味ですね。ミリアルガルスの間、アリアルが頑張ってくれたみたいなので感謝です。そして、今日はあいにくの雨模様。テンションが下がりますね。最近のタルコフは、雨が多い気がします。雨の日は、基本リザーブに行くことにしているのですが、せっかく帰ってきたので、今日はカスタムで遊びます。そして、今日の目的はボス狩りです。アルティンを集めるため、ボスを倒しに行きます。そして、今回ボスを倒すために用意した武器がこちら。クリス・ベクターは、アメリカ合衆国のクリス USA 社とアメリカ軍が開発したサブマシンガンです。今回は、45ACP 弾が撃てるベクターを使います。カスタム性能はこんな感じ。エルゴ50、精度7モア、垂直反動30、水平反動が214になっています。カスタムパーツは右下にある通り。そしたら武器紹介も終わったので進めていきましょう。まずは寮から行ってみますか。寮の付近に来ましたが、敵とボスの気配はありませんね。一応ドアを開けて中だけ確認します。やっぱりいなさそうですね。2階はどうかな。足音もしないので移動しますか。ガソリンスタンドにボスがいるかもしれないので、そっちに移動します。雨が降っていると足音が聞き取りにくいので、いつもより慎重になりますね。あと視界も悪くなるので厄介です。いつもより周りを警戒しながら移動していきます。皆さんは雨の日はタルコフをしていますか。ミリアルは冒頭でも言った通り、雨の日はリザーブで遊んでいます。地下に行ってしまえば雨なんて気にならないですからね。それで戦闘もできるので、雨の日はリザーブがおすすめです。まあでも確実に雨の日はタルコフの人口減ってますよね。なんか敵との遭遇率が低い気がします。雑談をしていたら、そろそろガソスタに到着しそうです。銃声などは聞こえないのでいないのかな。グレネードの爆発音とかが聞こえたらいる可能性があるので期待できますが、とりあえず近くまで寄ってみましょう。特に声とかも聞こえないですね。やっぱり今回はいないのでしょうか。まあもう少し近くまで行って確かめます。ちょっと待って、普通に
危なかったです。でもボスがいて一安心です。実はボスに会うまでに10回くらいカスタムを周回しました。本当に長かった。ではいつも通り薬を使って戦闘を開始します。はい、ミスりました。こういう時はグレネードを使ってリセットします。店の中に逃げた奴を追いかけますか。これ結構奥まで逃げてますね。最初の位置に戻ったのかな。そんな感じがしますね。オッケー、まずはイシャーラを最初に倒せました。次は反対側から攻撃しに行きます。二人同時に倒せてたっぽいですね。オッケー、これでラストかな。一旦球団しに店内に戻ります。まだいる可能性もあるのでグレで索敵だけしておきますか。もう一人いましたね。なら倒しに行きましょう。よし、これで全員倒せました。あとは一度周りのクリアリングをしておきましょうか。よし、めっちゃ近くにいる。あっちにワスカルが面倒だな。とりあえずこっちから。よし、これで今度こそ安全になりましたかね。あのスカブを倒しつつ漁っていきますか。今回ベクターを使ってみましたが、かなり使いやすかったです。レートが高いおかげで胴体でも当てれば一瞬で倒せますね。また頭を狙って弾幕を張ることも簡単なので、めちゃくちゃ使いやすいと思います。これが低反動、高レートの武器のいいところ。 AP 弾を入れればもっと使いやすくなりますね。ベクターは9ミリのバージョンもあるので、いつかそっちも使ってみます。でもミリアルは45ベクターの方がデザインが好きです。基本的に武器は単色の方が好みなんですよね。無機質な感じがかっこいいんですよ。この辺は人によっても好みが分かれますよね。まあ雑談はさておき、ここでミリアルは一人あさり忘れていることに編集していて気づきました。もったいないことをしましたね。過ぎたことは仕方ないので帰りますか。ここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また Twitter もやっているので概要欄からぜひ。それではこの辺りでお別れとしましょう。バイバイ。なうな、ミリアルです。今日もタルコフで遊んでいきます。今回は珍しくライトハウスの動画です。ミリアルがライトハウスに来る理由は2つ、金柵と道具狩りです。今回は道具狩りの方をやっていきます。使用する武器なんですけど、実際のところ狙撃ができる武器であれば何でもいいです。ミリアルは家に SKS があったのでこれを持ってきました。弾は BP 弾を使っています。一応 PS 弾でもいけますよ。まあ PMC と遭遇した時のことを考えて BP にしています。カバンと武器以外持ってきていないので、遭遇したらほぼ終わりですが、多少の気休めにはなります。では実際に狙撃するポイントに移動しましょう。
ここの岩のところは地雷があるので左に沿って歩きます。ここを抜けたら岩肌に沿ってまっすぐ進むだけ。正面に見える岩あたりが狙撃ポイントです。ここまで来たら準備は完了です。あとは屋上にいるローグを狙撃するだけ。ゼロインは200にするのがおすすめですよ。では実際に覗いてみます。今回3番倉庫の屋上にはいないですね。そしたら次は2番倉庫を狙います。こっちの機銃にはいない。奥側にはいますね。倒せませんね。ちょっと距離がありすぎたかもしれないので近づきます。ここの階段の下がちょうど狙いやすいです。ここもゼロインは200で OK。 では倒せたので2番倉庫の屋上に行きます。3番倉庫の1階には徘徊ローグが湧くので移動中は気をつけておきましょう。装備が軽装すぎるので負けるときは負けます。だいたい階段を上がって左奥の機銃にもローグがいるので背後から忍び寄って倒します。たまに機銃についていなくて上がった瞬間倒されるときがあります。今回は大丈夫でしたね。ゼロインを一番低くして、あとこの緑の壁の裏にもいることがあるので注意です。全員倒せたので漁りましょう。なんか一番倉庫のローグに狙われていますね。漁ったらここから伏せた状態で狙撃します。ここもゼロインは200で OK。 さらに奥の機銃にもいますね。あいつは見張りとして生かしておきますか。これで TMC が来た時にすぐに分かります。道具が発砲しました。これは別の TMC がいそうですね。できるだけ遭遇したくないので早めに移動したいところ。あいつはうるさいので倒しておきます。その前に3番倉庫の屋上に他のやつがいないか確認しましょうか。大丈夫そうですね。 OK。 そして狙撃する前下から足音が聞こえましたね。これミリアルが降りてくるのを待ってます。正直待たれるとミリアルの方が不利なので気合でどうにかします。少し下を覗いてみますか。いました。なんか倒せそうですね。弾は当たったけど倒せませんでした。一旦武器の不良を直しましょうか。こういう時は焦らずにプレイするのが大切です。グレネードを使いつつ降りてみます。相手は建物の中に逃げてますね。それならミリアルは逃げることにします。正直戦いたくない。今日は戦闘の動画じゃなくてローグ狩りの動画なんですよ。そもそもこのゲームは敵とできるだけ戦闘をしないように立ち回るのが一番いいです。ミリアルは戦闘メインで遊んでいることの方が多いので何とも言えませんが、戦わないで済むならそれに越したことはない。ではさっき倒したローグをあさりに屋上を目指します。そういえば一番倉庫の屋上上がれるようになったの知っていますか。ここの屋上上がれること知らないプレイヤーがまだいるっぽくて、スカブなんかで来るとあさり忘れがよくあります。今回はミリアルがローグを独り占めできているので美味しいですね。3番倉庫と2番倉庫にローグがフルでいたら1番倉庫はあさらずに帰るんですけどね。
今回はまだ二人しか漁っていないので、全部漁ってから帰ります。ここを漁り終えたら、最後は入り口のローグを倒しに行きますか。そういえば、ミリアル投稿を始めて1ヶ月が経ちました。いつも見てくれる皆さんのおかげで、動画制作ができています。本当にありがとうございます。感謝しかありません。では最後に、入り口のローグを倒しに移動します。一番倉庫の中にも徘徊ローグがいることがあるので注意ですね。気づかずに倒されることがたまにあります。でもミリアルがプレイしているときはそこまで遭遇率が高くないので意外と大丈夫なことが多いです。この辺から機銃にいるローグが見えてきます。倍率サイトがあればこの辺から撃てばいいと思います。ミリアルは置いてきたのでもう少し近くまで行って倒します。よし、倒せました。一応もう一箇所機銃にローグがいることがあるので確認しておきます。今回はいなさそうですね。それじゃ最後のローグを漁りますか。てな感じで今回はローグ狩りでした。解説動画とかではないので参考になるか分かりませんが、いつもミリアルはこんな感じでローグ狩りをしています。ローグ狩りなんかは回数こなして自分に合ったルートを見つけるのが一番効率がいいです。というわけでいかがでしたでしょうか。今日は珍しくライトハウスでしたが、次回はカスタムの動画を投稿する予定です。だいたい17時に投稿しているのでよければご覧ください。そしてここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また Twitter もやっているので概要欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。